已经10:30了，还是没有画面，10万人在观看，有这么多？开了开了开了！ポケモンダイレクトへようこそ。株式会社ポケモンの石原です。我先不说话。本日の放送では皆さんに2つのトピックスをお伝えします。まずは1つ目です。こちらの映像をご覧。开始卡了，不行了，转换480p。ご覧ください。卡了我再换。哎，我本来就有延迟，直播本来有延迟。啥呀？救援队卡，我换吧，换吧，480p卡死了，GG了。刚刚720p还能看一会，我果然知道要卡。ポケモン不思議のダンジョン救助隊 DX。約15年前、任天堂 DS と、也就是说下一座就是这个东西吧？救援队。之前还说大侦探应该也不是。赤の救助隊。哎呀。任天堂スイッチで一つの可能要失望。よみがえります。ポケモン不思議のダンジョン救助隊 DX は2020年3月6日に発売の予定です。6000日元。多少？任天堂 eShop で。このダイレクト終了後から体験版を配信します。300多块钱。セーブデータを製品版に引き継ぐことができますので、一足先にぜひお楽しみください。さて、もう一つのトピックについては、ゲームフリークの皆さんからお伝えいただきましょう。まあ、ゲームフリークは聞いた。増田さん、大森さん、よろしくお願いします。两个ゲームフリークの资源。搞了半天是救援队。こんばんは。来了真田孙一来了兄弟。こんばんは、ゲームフリークの大森です。昨年11月に発売されたシリーズ最新作ポケットモンスターソード、ポケットモンスターシールド、楽しんでいただけてますでしょうか。楽しいにまーや、ポケモントレーナーの皆さんがそれぞれの冒険を満喫してくれているととても嬉しいです。他说你玩剑盾很楽しい。皆さんの体験が豊かなものになるように。様々な遊びや楽しみを詰め込みました。ガラル地方はとても広大で、冒険する中で多くの新しい出会いと発見があったことと思います。我々はそんなポケットモンスターの冒険をより長く、より深く、より新しく皆さんに楽しんでもらいたいと考え、かねてより計画してきたことがあります。現在ゲームフリークではポケットモンスターソード、ポケットモンスターシールドの有料追加ダウンロードコンテンツ、ポケットモンスターソードシールドエキスパンションパスを開発しています。真的他妈 expansion plus、那不是那个救急舰队要出来兄弟。ポケットモンスタープラチナ、ウルトラサン、ウルトラムーンなど同じ地方を舞台にした新しいソフトを皆さんにお届けしてきました。今回のエキスパンションパスはそれらと異なり、今皆さんがプレイしているレポートからそのまま新しい冒険を楽しむことができるようになります。まさに今ゲーム開発の真っ最中なのですが、これから広がるガラル地方での新たな冒険を少しでも感じ取ってもらうべく一本の映像を用意しました。こちらをご覧ください。看一下看一下什么东西。它是追加内容。真假的加地图，哇！刚才看到，那不牛逼了吗？如果加地图那就牛逼了。哎，还真加了，兄弟，这个地方是新的。
什么旷野地区二。这啥新的道馆吗？还是什么东西？对，那个鸟，夜剑鹰啊。我靠，看见没有，水剑龟妙花花又来了，获得签证了兄弟。哎，别卡别卡，这什么岩兔儿怎么耳朵藏起来了？难道是什么 Mega 岩兔儿？哇操，正好卡了，别吧。不要卡呀，感觉是 Mega， 不然怎么可能会变样子。凯之孤岛，剑盾肯定要买，不可能不买。那可能就像出了一个，就比如说增加了一个版本，哇，冰神柱三马桶，这什么意思？以前的宝石版的内容都有。DLC 有。原来 GF 还藏了这一招啊，还藏了一手，就两个月还藏又发了一个新。这什么？这啥玩意儿？鸟都没见过呀！不是，这火焰鸟、冰冻鸟、闪电鸟样子都变了。哦，冠之，我刚才那个凯之什么，这是冠之玄，那可能就是第一弹、第二弹两个地图嘛。牛逼！哇，这是大片！哇，这啥？要不要这么帅？大片即视感？难道是这个剑狗盾狗 ？Mega 剑狗盾狗吗？还是什么？我看不懂了，已经。ご覧いただいた映像いかがでしたでしょうか。ポケットモンスターソードシールドエキスパンションパスは2020年6月末までに配信予定の第2020年6月の配信予定、2020年秋に配信予定の第2弾、冠の雪原の2つのコンテンツで構成されている。6月份、还有一个秋天才。購入すればどちらも楽しむことができるようになります。それぞれアラン地方のまだ足を踏み入れたことがない場所に行けるようになり、そこに暮らす見たことのないポケモンたちや人々と出会う新しい冒険が繰り広げられます。エキスパンションパスはソード用とシールド用の2種類があり、出現する野生のポケモンや一部の登場人物に違いがあります。引き続きポケモン交換などの遊びが楽しめるようにしました。それでは早速鎧の孤島冠の雪原での冒険について、20万人正在观看、ディレクターを務める谷君に紹介してもらいましょう。こんばんは、ゲームフリークの谷です。ポケットモンスターソードシールドエキスパンションパスのディレクターを務めます。鎧の孤島冠の雪原ともに今まさに開発中なので、今日はイラストやコンセプトアートを中心にいち早くご紹介します。
さらに広がるガラル地方での冒険。まずは成長をテーマに掲げた鎧の孤島についてです。こちらをどうぞ。成長さ、就是怪会变形态，像刚才那样。新たに訪れる冒険の舞台はガラル地方の海に浮かぶ巨大な孤島鎧島。砂浜や森林、湿原、鍾乳洞、砂丘など豊かな自然が広がり、これまでのガラル地方では見られなかったポケモンたちも暮らしています。この島にはポケモンバトルの道場があり、主人公はその師範であるポケモントレーナーのもとに弟子入りすることになります。主人公の師匠となるのがこのマスタード。なんと現チャンピオンダンデの師匠でもあり、自身もかつてチャンピオンを務めていた経歴を持っています。そして同じ門下生のライバルも登場します。ソードでは毒タイプの使い手クララが姉弟子として登場し、シールドではエスパータイプの使い手セイボリーが兄弟子として登場します。ライバルたちは自分のジムとスタジアムを持つために日夜修行に励んでいます。次に物語の鍵を握る伝説のポケモンをご紹介します。このポケモンはダクマ。ひたむきな向上心を持つ格闘タイプのポケモンです。主人公は様々な修行の中でマスタードからこのポケモンを託されることになります。ダクマと共に修行を乗り越えることでウーラオスに進化できるようになります。ウーラオスは2種類の型を持つポケモンです。一つは一撃の型、圧倒的な速さで一撃を叩き込む格闘アクタイプの型です。もう一つは連撃の型、激流のような連続攻撃を繰り出す格闘水タイプの型です。格闘加水系会連续。さらにウーラオスには巨大マックスした姿も発見されています。それぞれの型で姿や巨大マックス技も異なります。哦，这两个不是贱狗。一撃の型と連撃の型、どちらの型に進化させるかは物語の中で選ぶことができます。ウーラオスは新特性や型ごとに異なる新技を持っていて、とても強力なポケモンです。非常強力的。たらインターネット対戦や公式大会にも連れて行ってみてください。次はガラル地方の最初の3匹が進化したゴリランダー、ゴリランダー、バーン、サイル2、インテレオンについてです。鎧の孤島での冒険の中で、今皆さんの手持ちにいるパートナーたちが太難関了吧になります。这什么呀？你右边那个是什么东西？中间那个耳朵长，第一个长翅膀，第一个哎，耳朵长，第三个长了个翅膀。便利になる要素が登場。新しい奇世界アイテムや自転車の新しい見た目も入手できるようになります。这个自行车上皮肤。新たな力を得る冒険に乞うご期待。哦，是超级计划。超级计划的御三家。次は探求をテーマにした第2弾冠の雪原についてです。这个要秋天九月份了。お伝えできる情報をお見せしたいと思います。冠の雪原は雪が降り積もり白銀の世界が広がる冠雪原が舞台。ガラル地方には鎧島の他にももう一つまだ足を踏み入れたことのない場所があったのです。雪山がそびえ立つ極寒の地で、人々は小さな集落で寄り添って暮らしています。ここでは鎧の孤島と同じように、これまでのガラル地方とは異なるポケモンたちを見つけることができます。探求というテーマの通り、思わぬところに不思議な遺跡があったり、謎の巨大な樹木が生えていたりと、探索しがいのある場所となっています。主人公はこの冠雪原でとある人物から探検隊の隊長に任命されます。探検服を身にまとい、吹雪舞う雪原やマックスレイドバトルでしか立ち入ることができなかったポケモンの巣、そのさらに地下深くを調査します。次に物語の中で探し出すことになる伝説のポケモンバドレックスを紹介しましょう。バドレックス、かつて冠雪原を含むガラル地方の一部を治めていたとされ、優雅で威厳のある立ち振る舞いが特徴的です。
マドレックスに秘められた謎をめぐるストーリーにもご期待ください。冠の雪原には新たな協力プレイが登場します。仲間と共に冠雪原の地下にあるポケモンの巣を探検する遊びです。巣の奥ではこれまでのシリーズに登場した伝説のポケモンがダイマックスして姿を現すかもしれません。なおこの協力プレイでその多くを捕まえることができる伝説のポケモンたちは冠の雪原での冒険を経ることで全ての種類と戦争全部在这个雪原上。さらに全く新しい伝説のポケモンたちもこの地のどこかで待ち受けているようです。この他にも鎧の孤島との合計で100種類を超える着せ替えアイテムの追加、鎧の孤島と冠の雪原をクリアすると挑戦できる新たなやり込みバトルの登場などなど、本日詳しくお伝えしきれなかった遊びも今まさに企画開発中です。その一つが冒険の舞台である鎧島と冠雪原そのもの。実はどちらもワイルドエリアと同じく一つの大きなマップになっており、シームレスに移動しカメラを動かすことができます。新地図新地図、もちろん通信で他の人と一緒に遊ぶことも。またポケモンの巣も点在しており、ここでのマッチライドバトルではこれまでのガラル地方では見られなかったポケモンが登場します。ワイルドエリア以上に様々な表情を持ち、多くの遊びが詰まっている鎧島と冠雪原、今後そのさらなる景色をお伝えしていきますので楽しみにお待ちください。いかがでしたでしょうか。皆さんのガラル地方での冒険がさらに長くさらに楽しくなるようなダウンロードコンテンツを目指してゲームフリーク一同開発に取り組んでいきます。お楽しみに。这 DLC 啊，他说download的那个 content。ありがとうございました。鎧島冠雪原にはこれまでガラル地方には登場しなかったおなじみのポケモンたちもたくさん生息しています。先ほどお話しした伝説のポケモンたちも含めて約200種類以上が登場し仲間にすることができます。这个图鉴要补上了，看到没有？图鉴了，开始。他说补200种以上。ゲットモンスターシールドを対象とした無料アップデートを実施します。これによりエキスパンションパスを持っていない人でも通信交換などを使って可以交換や冠雪原に登場し新たに加わるポケモンたちを入手できるようになります。さらにクラウドサービスポケモンホームを提供して、これまでのポケットモンスターシリーズなどからエキスパンションパスで登場するポケモンたちも連れてくることができるようになります。ポケモンホームは2020年2月にローンチ予定です。それまでにより詳細な情報を公開しますので、あともう少しだけお待ちください。最後にソードシールドを遊んでくださっている皆さんにお知らせです。本日よりワイルドエリアで挑戦できるマックスレイドバトルで巨大マックスした石炭山、巨炭山成龍、アップリュー、要提概率了，兄弟。やりやすくなっているようです。皆さんで挑戦してみてください。また、巨炭山成龙苹果龙提概率。更新データを配信します。ソフトを更新した後にブラッシータウン駅に向かうと、ソードではクララ、シールドではセイボリーと出会うことができます。さらに、鎧島から迷い込んできたガラルの姿のヤドンを仲間にすることもできます。不错。この宿は鎧の孤島の中で手に入る道具で、ガラルの姿の宿欄に進化し、冠の雪原の中で手に入る道具でガラルの姿の宿キングに進化します。ぜひ行ってみてくださいね。いかがでしたでしょうか。今日はこれからゲームフリークが実現しようとしていることをやっと皆さんにお見せすることができました。鎧の孤島冠の雪原で広がる冒険についてワクワクしてもらえたなら嬉しいです。シリーズ初となるエキスパンションパス、皆さんが体験したことのない冒険をたくさん詰め込んでいきます。ソードシールドを有更多更多的冒険在等着我们。遊び尽くした人もそしてこれから遊び始める人も皆さんが楽しめるものになるよう引き
引き続き全力で開発していきます。楽しみに。ゲームフリークの皆さん、ありがとうございました。鎧の孤島と冠の雪原がセットになったエクスパンションパスは、このダイレクト終了後より任天堂 eショップなどで販売を開始いたします。またソフトを更新した後、ソードシールドのメニューから任天堂 eショップへ直接アクセスできるようにもなります。購入特典として本日から使用できる異世界アイテムもご用意しております。2020年もポケモンは世界中の皆さんに楽しんでいただけるよう多くの挑戦をしてまいります。ご視聴ありがとうございました。好了，结束了，结束了。出两个 DLC， 一个六月份，一个九月份，应该是。没了没了，因为你们看一半了，我等一下重新放一下，然后我要去投稿。